口があります。口があって、口に向かって目を入れるんです。で、さっと入れる。そしたら入れた瞬間からも次にこう来てるわけですね。ずっと骨の上こうずーっと肝を一気に剥がして取る。骨の上をスーッと取る。で、これはこうやって、これもこういくでしょ。一気にちょっと包丁を返して、そしてもうこれを一気にこうするんですね。これはね、どちらかというと骨をね浮かしてるんです。骨がずっと見えてますよね。身をついちゃいけないんで、こう浮かすことによって身から骨をこう剥がすって感じで、ちょっとした包丁の助けで。大したことない。本当ですか。あ、でもギザギザしてますね。すごい噛まれそう。怖。ちょっと動いてませんか。まだ生きてる。おあ、まだこの埼玉ね、生きてるんですよ。びっくりした。それで落としたんやな。うなぎはね、表面の1枚の皮、下の2枚の皮があります。2枚の皮がゴムみたいに硬いんです。これはゼラチン質とかがあるんですよね。こうやることによってゼラチン質を落としてる。いっぱいほら煙が出てますね。煙が出るっていうのは、この二枚皮のゼラチン質が溶けてるんです。もうちょっと湿度が低い。よく焦げたところは温度を落とす。焼けてないところはその水を使って温度を均等にする。うなぎに火をいっぱいね、食べさせるっていう表現をする。炭になる前、直前。その前が危ないが美味しい。秘伝のタレとか、今までのとこばっかり。継ぎ足して100年とか、よく言います。ありえない。50リッターで20リッターをずっとやると、1週間もならないうちに、この1週間前の美容元素もなくなってます。うなぎ料理もあの科学なんです。よし、行こう。はい、終わり。日曜夜はテレビで情熱大陸。